バスが停車していて、警察が辺りを調べています。警察によりますと、今日午前9時15分ごろ、熊本市中央区東小海町の市道で、自転車で横断歩道を渡っていた78歳の男性が、熊本都市バスの路線バスにはねられました。この事故で自転車の男性が顔を打撲する軽傷です。バスには運転手と乗客、合わせて3人が乗っていましたが、怪我をした人はいませんでした。現場は小海橋近くの直線道路にある信号機のない横断歩道で、警察はドライブレコーダーを確認するなどして事故の詳しい状況を調べています。